久保さん、腹痛いですか僕ね起きてね昨日めちゃめちゃ早く寝たんですけどなんかねサイダーが飲みたくて起きてこんなことも人生においてあるんだなみたいななんかね夢の中で飲んでたのかななんかね無性にサイダーが飲みたくなって起きるっていうねそうサイダー 朝起きてサイダー飲むってそうですよね。しかもサイダー、三ツ矢サイダー。まあ今回健康っすね。いや健康じゃないとね、腹が痛いときにサイダー飲みたいなんて絶対思わないでしょうね。<laughs> ね <laughs> 腹が飲みたいときに酒も飲みたいとも思わないし、だから健康じゃないと遊びにも行けないし、食えないし。 まあ健康で元気であると多分ね人生を楽しむ方法は健康であるっていうねまあ究極系ですよね人生を楽しむ方法哲学健康であるっていうね <laughs> そもそもその状態ですよね自分の状態が良くなかったらあのー、例えば金持ちになってもねなんか じゃあ久保さんがキットを手に入れたってねよっしゃ夢は叶ったってキットが手に入ったその後交通事故になって寝たきり生活みたいなねキット拝めないですね <laughs> 病院のベッドからね現車を確認できないですよね車買ったんだけど病院のベッドの中でキットこれ持ってんのに いつもと変わらないカーセンサーで見るとかね <laughs>。健康がね、あれですね、健康であるってことが大事ですね。まあだから最終的にまあ金持ちの人って多分健康に気をつけると思うんですよ。うん、でも、金もんなんだ。 お金を稼ぎに行くときって、無茶もするし、まあ、めっちゃ働いたりとかもするし、久保さんが24時間お客さんとの対応してるときに、ネットビジネスガンガンやってるときに、健康を気にしてるっていうことはないと思いますよね。まあ、健康を優先にするというよりかは、売り上げを優先ですよね。お客さんがこの時間に会いたいっつったらね、いや、その時間は僕、ね、寝てるんで、みたいなね。 すいませんその時間僕ちょっと寝てるんでいや家族いるんですいませんみたいなねもういお客さん優先ですよね <laughs> うんだやっぱこれは最初はねやっぱステージがあると思いますねイーロン・マスクさんの話が僕好きなんですけど寝ずに働けみたいなねそう起業したら寝ずに働けみたいな 死に物狂いでやって手に入れたらあとは緩やかでいいんじゃないですかね <laughs> 僕も最近緩やかなんでめちゃくちゃなんかねお客さんの対応もまああのー、基本24時間以内にすればいいなと思ってるのでなんか溜めるっつってもそんなたまんないし溜まったとしてもすぐさばけるんでなんかそのなんだろうなまあやれる時はやるんだけども、まあ、寝る寝るのを優先しますね 最近はうんだからまあ夕方になってからはもう見ないですねもうもうスマホも見ないようにするしなんかあんま触れないですねもう自分見てみたいな感じでもうなんか朝昼が朝夜が逆転してるんで夜はもうなんか寝るかなんかネットフリックス見るかみたいななんか自分の時間に当ててますけどねうん 逆に言うとだからそれをやそういう風にやってから話のトークもやっぱその映画で見た話だったりとかだからねこの前もなんかネットフリックスでそのなんか見たんですよ映画を映画みたいななんか吉本芸人がなんかやってんのかななんか映画なんだけどなんか10分刻みか20分刻みでそのコマが何個かあって。 タイトル忘れましたけどまあそこの一つの映画のシーンでその寝たきりの女性がいて植物人間になっててで植物人間になってるんだけどもあのナレーションが入ってて、まあ、ずっと寝てるんですよだけどナレーションでまあそのかなんかその感想だったりとか実はこう思ってるみたいなねあすげえ結構それ面白かったんですけどだからその看護婦さんとかも「この人長いよね」みたいな。 植物人間なんて聞こえてないと思ってるからなんかいろんな人が来ていろんな本音を言ったりとかねいろんなあだこで言ったりとかするんですよでその中でたった一人だけね毎回毎回その,あの花を持ってきてくれる人がいてでなんだろうななんか神様にお願いしたのか分かんないけど ちょっと時間、その,その区間だけなんかいきなり植物人間からこう普通に喋れるようになるというかね。で、その男性にね、ボロクソ言うんですよ。お前のせいでこの植物人間になったんだよ、クソみたいな。で、あのお前のことなんか気持ち悪いし気にしてないんだよとブワーって言うんですよ。で、その男の人がね、あの、何も言えなくなって、で帰ってくるんですよ。 でまたじかなんかその神様の,その願いみたいなの解けてまた植物人間になるんですけどあこれでようやく私のこと忘れてくれるなみたいななんか終わり方が切なかったですねうんまあその,そ,その人の私のこと気にしてたら人生終わっちゃうからもう私のことは忘れてほしいと本当は多分好きなんですよ本当は好きなんだけどもボロクソ言って 忘れててもらって新しい人生を歩んでくれと私はもう植物人間でもどうしようもなんないから私に構っててもねうん次の人生歩めないし次の恋人にも行けないだろうしっていうなんか終わり方でなんか切ないというか、うん、うまあただそれだけなんですけど。 まあね健康じゃなかったらやっぱねあのー、何もできないですよね本当にだから植物人間でこう生きてるってどうなんだろうねって考えてもしょうがないんだけどまあ映画見たんでねうんなるほどねみたいなちょっとねうんそうまあ生きてるっていいっすねいってらっしゃい